はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではスカイリム VR 続きをやっていきたいと思います。ロードどれだえ、なにこれ全セーブデータ表示。ブリックホール世紀、これだよね。はい、とで、前回はこのブリックホール墓地かブリックフォール墓地のところでなんか金の爪をねはめるところで終わりにしたんですけれども、なんかね金の爪をね調べるとね、なんか絵柄が書いてあって、その絵柄通りにね合わせればいいみたいですね。まだレベル1か。ここにあるから、ちょっと待ってね、まずアイテムで、何になるんだ、鍵か。鍵ではない、その他かな。金の爪だよね。あ、あったあったあった、金の爪。これってわかんねえな、これ。え、見えなくね。あ、なんかあれ、拡大縮小ができる。 R3 で拡大縮小か。あ、これね、これなんだ、クマか。クマ、クマ、鳥。一番下フクロウ、これクマ、鳥、フクロウ。よし、じゃあちょっとこれで合わせましょう。ここは、クマ。で、2番目が、鳥。で、一番下がフクロウ。これでいけるはず。ガチャッと。お、お。おぉ、開いたね。開いたけどさ、これ先に進んでいいものなの？わけわからず先進んでるけど、いいのかな？おぉ、びっくりした！おぉ、怖っ。怖っ。ああいうね、なんていうの？自分の目の前に迫ってくるのが一番怖い。こういうとこ何もない？あれ、もう登ってる？あ、登ってんだか登ってないんだかよくわかんないな。ここは？これ何？何にもないか。なんかちょっと怖いんだけど。うおー、びっくりした！こいつらマジビビらせろ。え？ちょっと普通に怖い。普通に怖い。ちょっと、ホラーじゃないけどさ、普通に怖いよ、これ。後ろをね、向くっていうのがね、やっぱ一番すげえ恐怖がある。これ何？なんか書いてある。え、なえ、なに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 、え、すげえすげえ、ちょっと、え、なにこれ、なにこれ。え、力の言葉を取得しました。力ゆるがりざりなんちゃらみたいな。完了。爪をルーカンのところに持っていく。はあ、え、これで何秘密を解いたってこと？え、どういうこと？まあ、いっか。うわっ！あっ！え？すげえ、怖い、怖い。待って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 。うわっ、いった。え？おら、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 攻撃体制が来た、ダウンしよう。よし。これを繰り返す。何？向こうか。あれだね。盾を使って。これなんかさ、後ろから行った方が、お、お、いける。あ、倒した。え、どういうこと？大丈夫？なんかめっちゃ死体蹴りしてるけど。ドラゴンストーン。何、ドラゴンストーンって。これは古代ノルドの片手斧、陶器。体力とスタミナに5ポイントの霊気ダメージを与えることができる。いいね。ゴールド。鉄の盾とかいるか。まあいいや、持ってこう。いや、でも、うまい感じで戦えたね。ちょっと、めっちゃビビらされたけどさ。これが奴の棺だったんだな。ここに宝石みたいなのがある。極小魂石。よし。これは竹の子に見えるんだけど。いや、粘膜っているのかな。え、あ、なんだなんだなんだ。でもなんか画面出てこなかった。鉄の片手斧とかいるか、いらない気がするんだよね。金はもらっとこう。呪文の書。これ何、月光？
レベル6までの生物や人が30秒間近くのものを見境なく攻撃する。まあ一応持っていきましょう。そろそろ重量がやばいね。いや怖かったー。でも他はないから先へ進んでいけばいいのかな。登ってこう。あそこに宝箱ある。ちょっと待って、これいけんのか。回っていく。それとももう飛び降りちゃう。飛び降りよう。おっ怖い怖い、超怖い。これもあれか。じゃあ鍵開けの極意を。待って、そろそろ壊れちゃいそうだな。開いた。よし。ガーネット、ゴールド、魂石、銀のインゴット、サークレット。うわー、何か捨てないと。あと3しかないからな。滝の裏って感じだね、ここは。じゃあこのまままた回って、登っていきますかと。こいつ大丈夫だよね。いきなり復活しないよね。もともと死んでたからさ、あいつ時間が経ったら復活するみたいな。こっちの方とかは、いや、すっげえ、これちょっとね、酔うね。あ、あるあるある。これは普通に開く。魂石、魔術の薬、腕当てか、一応持っていくか、299。これとかは何でもない。こっちの方とかは大丈夫かな。あと今回ね、またあのキッチンタイマーを一旦30分でセットしてあるん でそしたらまたもう30分やって、まあ1時間くらいでちょっと目処をつけていきましょう。まあ進み具合にもよりますけども。いや怖いんだけど、ここで先に進んでいくの。なんか出そうで。これって何？大丈夫か。いやね、バイオハザード7よりはさすがに怖くないけど、それでもね、なんかこういう暗いとこ進んでいくの怖いね。あとこれ高いとこから飛び降りるとうわーってなる。何これ、超怪しいんだけど。大丈夫か。とりあえず宝箱的なものを取ろう。鉄の潜水重量輪か、一旦取ろう。対鉄の鎧、金60円、ブリザードの巻物、鉄のインゴットで、だいぶ重量オーバーしちゃったね。武器から見ていくか。違う、武器から。古代ノルドの弓、これこっちの方が強そうだからね、ロングボウより。これの方がいいよな。お気に入りにしようで、これお気に入り解除で、ロングボウいっか。30円か。でも結構高いね。古代ノルド片手王の陶器、ダメージ10。俺が装備してる鉄の剣ってどうなの。ダメージ8、重量9、金額は25。でもね、あれなんだよね、熟練度的なものは剣の方がいいけど、斧って、あ、片手斧って書いてあるからな。ちょっと片手斧装備してみるか。じゃあこれ重すぎて走れません。ちょっと待って、こうか。狩猟弓いらないね。ダガーがまずいらない。メイス35円か。両手斧とかもまあ使わない。潜水60円で売れる。片手斧もちょっとこれ捨てちゃおうか。あとは防具、対鉄の盾、今いくつだ。プラス4か、防御力。重量オーバーしなければ多分大丈夫だよね。こっち装備しよう。これ装備する。毛皮の鎧とか、皮の胸当て、まず腕当てか、いらないな。素人のフードってさ、かなり高く売れるからね。まあ魔法用だと思うんだけど、鉄のコテ、鉄の鎧とか、重量30か、めちゃ重いな。ちょっと捨てちゃおう。あとなんだ、何が重たいんだ。ここら辺はだって重量 0.5 とかだからね。巻物だって 0.5 だしな。食べ物とか意外にいっぱいあるから重いのか。材料とかね、
いやこういうのが積み重なって重たくなってくんだな、きっと。こういうのって何？どうやって使うの？そもそも。わかんねえんだけど。まあいいや。おっ、びっくりした。そうだよ、そうだよ、これ。その場に捨てるんだ。おっ、こんなもんか。で、これなんだよ。超怪しいんだけど。どれ？山の青かな？いや。え？頭蓋骨。やめとっちったよ。はい、これ取ってこう。勝手墓荒らしだな。なんか、たたりが起こる前に逃げよう。早く出よう、外に。いやー、怖かったー。戦闘中に敵へ、捆縛をかけておけば死亡時に、魂を手持ちの空の魂石へ捕らえられる。え、どういうこと？よくわかんねえんだけど。スキルメニューを開くとレベルアップします。あ、そうなの？あ、そういうこと？あ、これでレベルアップしたってこと？レベルが上がると体力、マジ力、スタミナのどれにボーナスを割り当てるか選択することになる。すぐに新しい能力を選択することも、後で選択することもできる。選べる能力はハイライトに表示されると。成長要素を選んでください。ああ、どれしよっか。とりあえず体力にしとこっか。魔法はちょっとね、難しそうだから、とりあえず、戦士系のキャラでいきましょう。なんで体力。え？また？ちょっと待って。体力110。スタミナ100。スタミナもちょっと振っておくか。じゃあ、スタミナ体力。スタミナ体力的な感じ？レベル3になったな。あ、ここを開かないとそもそもレベルアップしないってことか。で、破壊って何なの？破壊。破壊魔法は、あ、なるほど。これは魔法攻撃力的なやつ。召喚って何？死人を蘇らせ、オブリビオンから、生物を召喚する。いや、これも魔法系。こっちは多分魔法系だね。回復。あ、これは回復魔法ってことか。変性魔法。火事。重装。各鎧を効率的防御。両手武器。でもさ、両手武器とかさ、片手武器とかさ、あれか、片手武器か。剣だけじゃないんだね。だが、剣、メイス、片手斧。あ、全部統合されてんのか。会場とかスリとかってでもやってれば勝手に上がってくるからね。ちょっとわかんないから、このまま取っておこう。よし、マップってそういや見たことないんだけど。うわすげえ、お、怖。え、宙に浮いてるよ、これ。あそこ光がさーってある。マーカー設置。え、マーカー設置したところに行けんの？これ何？丸なんとか。ファルクリース。第守護石。リバウト。ヘルゲン。あー、そういうこと。ホワイトラン。ブリックフォール墓地。ホワイトランの市長と話す。とりあえずホワイトランに向かう？バツでマーカー設置ができるのか。ローカルマップ、現在位置、三角現在位置。ここだよね。あ、こうやって動かせるわ。え、すげえ。これ何なんだ。すげえわ、これ。あ、でもめっちゃ広いね。モーサル、ソリチュード。じゃあまずは、ホワイトランだね。ホワイトランに行こう。マーカーを設置しますか。はい。これでちょっと行ってみましょうか。なんかさ、こっちだよみたいなのがさ、表示されるかと思ったら全然表示されないんだけど。え、どっから戻ってくのこれ。こんなん落ちたらさ、即死でしょ。え、なんか血の跡みたいなのがあるんだけど、やだな。え、どうやって降りていくのこれ。え、大丈夫？こいつすげえな。いや、怖い怖い。待って、こっちから降りていこう。ほっ、降りてっていいよね。トーン。いや、怖い。え、なんだこれ。でかい骸骨があるぞ。特に。キツネか。ちょっとキツネは襲ってこない限りはほっときましょう。あんまり、むやみなね、殺生はしない方向で。え、でもさ、このさ、でかい骨、なんなの？昔はこういう巨大生物がうろついていたってこと？あれ？で、結局ここはどこなわけ？襲ってこないよね？襲ってくんのこれ。
ら行け行け。別にちょっと戦闘の意思はない胸を表そう。武器をしまって。これさ、向こう側とか川渡れんの？すげえ綺麗だわ。ちょっと行ってみるよ。お、怖い。うわあ！びっくりした。いきなりさ、深くなったんだけど、これ絶対だってさ、深いところに行くと死ぬでしょ。あ、これ何？鉱山、粘土の鉱脈。え、何これ？え、どういうこと？何かが足りないってこと？あ、なんか書いてあったね。は？つるはしがないと使用できない。え、マジでそういうの必要なの？ピッケルだね、ピッケル。うお、すげえ、怖い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 、溺れる、溺れる。え、マジ溺れるよ。え、まあいいや。とりあえず多分向こう側には行けないから、泳げないかな、俺。でもさ、重量こんなにいっぱい持ってたらさ、泳げないよね。重すぎでしょ、全部捨てないとさ、浮かばないよ、きっと。これ何？だんだん深くなってくなぁ。あ、怖い、うわ、怖い。え、流されてる俺もしや。流されてる、流されてる。うわ、魚か、びっくりした。うわ、すげえ、すげえ迫力だわ、ほんとに。ね、ただね、今俺どこにいるんだかわかんないんだよね、自分が。どうすればいいんだ？一回リバウッドに戻るか。マップ。ああ、お気に入りじゃなくてさ、なんだっけ。マップを開いて、現在地どうやんだっけ？三角。カスタムマーカーって書いてあるのか。一回リバウッドに戻ろう。敵が近くにいるので高速移動することはできません。え、高速移動とかあるんだ。でもさ、敵近くにいるの？どこにいる？いけない。まあいいか。ちょっとじゃあある程度、よくわかんないけど、進んだら高速移動とか。あれ、砦のとこだよね。見張り台があるとこ。あの狐がさ、敵と見なされちゃってんのかな。いや、狐さんは倒したくないよ。俺はそういう殺害はしない。マップ。ちょっと、なんかこれ開いちゃうな。マップで、リバウンド。ジャンプ中、または落下中に移動することはできません。もう、いちいちさ、あ、なんかちょっと待って、あれ調べていきたい。あ、違う違う違う、あれあれだよ。向こう側から調べた、大守護石だよ。あれ？向こうに家がある。あれ調べてないよね。常に見張られてんな。山賊の住処か？え？発見、アニスの小屋？何？あ、びっくりした、人がいる。え、え、何こいつ。アニス。ただの哀れな年寄りだ。あんたの手を煩わせたくないよ。どういうこと？盗む。そういうことはしない。しゃべる。ここでの暮らしは辛いけど、あ、なんかあるよ。どうにかこうにかい。キャベツとかでもさ、取ったら完全泥棒だよね。ここら辺にあるのって全部人のものだからな。読む。読んじゃっていいの？だってこういうの読むとさ、だってパクるからね。まあ、盗むって書いてないから取ってもいいんだろうけど。薬剤師のカバン。で、これちょっと読んでみようか、気になるし。あ、読んで盗めるんだ。やめよう。ちょっとね、長いから読む気になれない、そもそも。まあいいや。中継地点的な感じかな。またこれ開いちゃったけど。リバウッドに戻りたいのよ、リバウッドに。高速移動しますか。はい。でもこれ便利だね。で、ホワイトラン。金の爪を渡したらホワイトランに戻りますか。あ、戻りますかじゃなくて向かいますか。ツルハシとか売ってなかったっけ、あそこ。リバウッド戻ってきましたと。じゃあとりあえずお店の中に入りますか。人がいるね、いっぱい。
これはそういえば時間経過どうなってるんだ。朝とか夜とかあんのかな。なんか時間を経過させるみたいなのがあったからね。お姉ちゃん先は爪を手に入れたのね。ああルーカンに伝えてちょうだ い急いでルーカンに爪を手に入れたと伝えて、きっととても喜ぶわ。ルーカン・バレリウスから盗みを働くなと盗賊どもに思い知らせろ。爪ならここにある。見つけたのか。言った通りだ。変だな、思っていたより小さいようだ。おかしなものだな。どういうこと。これはあるべき場所に戻すつもりだ。決して忘れないよ。俺と姉妹のためにすごいことをやってくれた。400円追加。この爪があるべき場所に戻るのは私たちにとってとても大切なことなの。盗賊をしガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。なんでこっち向いてんの。怖いんだけど。すげえ睨まれてんだけど。ちょっと待ってね、こいつさ見ながら買い物するのやだ。また今度。こっちから話そう。すげえ睨まれてたからな。この辺で簡単。はいはいはい。まあいろいろとね。で何持ってんだっけ。ピッケル的なやつが欲しいんだよね。ここら辺のさ魂石って何に使うの。1500円もそれ超高いんだけど。ないか。武器とかもなんかまあ普通の鉄のなんちゃらしかないからね。武器とかさ防具とかわりかし調達できるからね、敵を倒して。本も呪文もよくわかんないな。まあいいや、金は貯めておこう。気持ちのいい日ね。この辺りの出身じゃなさそうね。人のことは言えないけど。俺どこの出身なの本当に。さてホワイトラインに向かいたいんだけど、なんか橋を越えてどうのこうのみたいなこと言ってたよね。どうやって行けばいいんだ。もう一回ちょっとマップをマップを見ようとするとどうしてもあれを開いちゃうな。マップが下なんで。カスタムマーカーって特に意味ないのかな。オプションジャーナルって何。あ、これか。マップ表示リバウト、ホワイトラン。あ、まあマッカーは設置してあるからね。こことか。あ、これがヘルゲンでしょ。ちょっと待ってね。ここクリアしました。アニスの小屋大守護石だから、こう向かっていかなきゃいけないのか。マーカーを移動もしくは削除しますか。いや、そのまま。ちょっともう一回じゃあこっちの方に向かっていきますか。ここは大丈夫だよね。次はホワイトランを目指していきましょう。だからこっちの雪山の方は無視して、あ、これ書いてあるっちゃ多分書いてあるんだよね。ホワイトランってどれだ、わかんないんだよな。もうなんて書いてあるんだか。こっち側から行く。鹿がいるね。襲ってこない限りはまあそのまま自然の動物だからね。走ってった。沈んだけど。おお、すげえ。一瞬息止めて向こう側に渡ったんだな。ここら辺で出てくるとすれば、あ、やっぱな、オオカミか。お、強い。ちょっとかわいそうだね、毛皮。まあただもう重量がやばい。あ、売ればよかった。ちょっと待って、一瞬で戻れるから。間違えちゃった、なんか装備しちゃったよ。待って、アイテムで、武器で、古代ノルドの弓じゃなくて、これをちょっとお気に入り登録しとこう。で、装備と。よし。で、
マップを開いて、ちょっとすいません、もう一回リバウトに行きます。高速移動して、もう装備してるもの以外は売っちゃいますか。まあ弓とか矢は売らないとしても、防具とかね、あとあいつのね所持金があるから、多分それ以上は買い取ってくんないと思うんだよね。あと果たして本当に全てを買い取ってくれるのかっていうのもちょっと不安になってきたな。盗賊をしま…サーシング、雑貨、そんな感じのものだ。こっち792円しかないから、俺のまず武器、ロングボウはいっか。売る。狩猟弓もいいよね、売ろう。グレートソード、量的にはもう確実にいらない。メイスもいいや、売ろう。で、潜水は2つあるから、もう2つも売っちゃおう。で、防具、毛皮の鎧も売ろう。こいつの金がマジでどんどんなくなってくんだけどまあちょっと申し訳ないけど、いろいろ売ってくれや。ほうきとか1円にもならない。熊の毛皮重量3、意外に重いっちゃ重いんだ。ジョッキとかいらないっしょ。もうないこれ、邪魔だけだよ。トロールスカル、あ、これ取ってったの。リネンラップとか、え、何に使うんだ。お玉とかもいいや、器とかもいいや。ほんと邪魔なだけだ。頭蓋骨とかね、本、盗賊ってなんだっけ、こんなん持ってたっけ。まあいいや。材料、これがすげえいっぱいあるんだな。まあでも高く売れるものはないから、食べ物だってそうだよね。特に高く売れるのは蜂蜜酒とかが若干高いくらいか。巻物、ブリザードの巻物とか、まあいっか。また今度なんか、あんまりこれといった収穫はなかったけど。ちなみに重量ってそういえばさ、どうやって増やせんの。犬がいる、でかーの犬スタミナが増えれば持てる重量が増えるとか、そういう感じなのかな。じゃあちょっともう一回同じところに行くことにはなるけど、進んでいきましょう。これさ、これ以上速くならないんだっけ。これ隠密、え、遅くない。なんかしまえば速くなるとかそういうのはないか。またあいつここにいるんだ多分あっち渡っていくよ渡ってったねってことは狼がまた出てくんのか。戦闘態勢に入ろう。来るか。あ、死んでる。あ、ウサギか、あれは野生の。で、こっち側でいいの。まあここら辺はね、出てきたとしても狼くらいだと思うんで。いやでもこれ広いよね、本当に広い。まあオープンワールドなんだからさ、当たり前なんだけど。いいか、島を。あ、あそこに町らしきものがある。あっちへ向かってこう。おお、すげえ、いろいろ立ってるね。ここホワイトランでいいのかな。道沿いに進んでいきましょう。あれ、雨降ってきた。おー、すごい。この家とかどうやって入んの。でもこれ一軒一軒さ、全部調べようとするとめちゃ時間かかるよね。製造所、なんたら蜂蜜製造所なんだけど、ホワイトランではない。工場的なところか。一応入ってみる。これ何。蜂蜜製造所みたいな。まあいいか。おお、ちょっと30分経ちましたね。ちょっともう一回、じゃあ30分、これで30分か。
どっちへ向かえばいいんだ。あそこの中に入りたいんだよね。あれはなんだ。あ、別になんでもないか。家とかがまばらにはある。あー、人がいるね。剣士みたいな人がいる。これは？あ、あ、あ、それはもう大丈夫。助けはいらないわ。東方団の一員になれよ。え、どういうこと？全力を尽くした。何の話？これさ、何の話かわかんないんだけど、助けが必要なようには見えない。必要なようには見えない。え、全力を尽くしたんだ。自分の苦労を泣いて訴えるダダッコね。ひどい。栄光は勝利者だけのもの。そして同胞団にとって激しく戦ってこその栄光なの。同胞団とは何だ。よそ者ね。同胞団のことは初耳。戦士としての秩序よ。私たちは名誉ある兄弟姉妹なの。問題を解決するために来たのよ。十分なゴールドがもらえるならね。仲間に入れてくれないか。時間の無駄なようだな。うん、まあいいか。別に入る必要はないよ。誰も頼んでいないわ。自分の方が優秀だと思うならホドラクホワイトメインと話してきたら、真の勇気を持つ戦士がどんなものか今にわかる。グダグダと一日中話してるのにも飽きたよ。なんだこいつら。てかね、女の人が嫌だ。いいや、こいつも同胞団だな。私たちと一緒に戦ったら語り草になるわよ。戦闘で使い物になるようならジョルバスクルにいらっしゃい。まあいいや、ほっとこう。畑を耕してるね。怖いんだよ、みんな。なんか顔が怖いんだけど。あれ、こいつはさっきのやつだっけ。あ、さっきのやつっぽいね。リア、そうだね。こんにちは。どうやって中に入るんだ。もう少し回っていかないとダメか。この人何やってんだろう。ホワイトランの馬や。いけないんですけど、柵があって。スカイリムで最も速い馬だ。軍馬が必要なんだろう。え、馬を売ってくれないか。買い取れんの。力強く乗れ。え、どういうこと。速い馬に乗るのは最高だ。敵を踏み潰せばもっと気分がいい。いいだろう。ゴールドがあるなら蔵のついているやつを持っていけ。金か。これでどうだ。1000ゴールド。やっぱりやこう。勝手にしろ。あれ、いいだろう。あ、もうゴールドがあるなら。今お金いくら持ってんの俺。正直ちょアイテムから見んのか。1200円か。行け。盗むとかバレバレだろこういうのって普通の家？解除、ホワイトランドの馬や白。え、鍵開けるってこと？やりたい放題だな。あー、巻き割りしてんのかな。あ、なんかこれあれだ。なんでそんなことをするの。え、なになになに。なんかさ、人がさ着ぐるみかぶってるみたいだよね、こういうの見ると。あ、こいつもあれじゃん。商品をたくさん取り揃えているわ。うわ、びっくりした。ちょっと近づきすぎた、怖い。ここホワイトランかな。え、ホワイトランじゃないのここって。まあマップを見るのもちょっとあれなのでめんどくさいんで、とりあえず進めるだけ進んでいくか。この人はみんな名前ついてんだね。こいつ超怪しいんだけど。止まれ。はい。町はドラゴンどもの接近により閉鎖中だ。法要以外では通せない。説得。これでどうだ。84ゴールド。どけ、さもないと威圧とか。リバウッドが市長の救援を求めている。リバウッドも危ないのか。それは入ってもらった方がいいな。首長は丘の上ドラゴンズリーチにいらっしゃる。そんなんで入れてくれるんだ。物分かり良すぎだろ。エルゲンがドラゴンに襲われたらしい。どんな恐ろしい奴が来ても準備。いや無理だよ、ドラゴンが来たらさすがに無理だよ。
スカイリムの狼らは凶暴で凶暴な野獣であり、動物であれ人であれ群れ単位で狩りをして獲物を仕留める。別にさっきのやつ一匹で来てたけどね、群れではなかったよ。鋼鉄の鍛造術の能力を取得すれば、骨削りの鎧をエルフの鍛造術を取得すれば、キチンの鎧を、ああなるほど、おびっくりした。あ、ここはホワイトランか。悪党どもなら相手にできるが、ドラゴンとな、世界はおかしくなっちまった。え、だってこいつは確実に接近戦でしょ。ドラゴン無理だよ。これは私だけじゃそんな規模の注文には応じられないわ。スリ頑固なプライドを捨ててエオルンド・ブレイメーンに助けを話そう。何か買いたいならいい品が揃ってるわよ。中にもたくさんあるわ。火事で何か手伝えるの？ええー、あるわ。鉄のダガーを作ってくれない？材料は全部揃っているわ。さあどうぞ。え、どういうこと？何か必要なものがあったら店の中も見ていってちょうだい。使う作業台。鍛えるアイテム、ここで作るんだっけ。鉄のダガー、これを作れってこと。作成、悪くないわよ。見習いレベルだけどちゃんとしてるわ。その調子よ。なるほど。どうすか、ホワイトラン切っての鍛冶を。悪くないけどちょっと切れ味が悪いわね。申し訳ない。研いでみたらどう。金属片を少しと、あそこにある砥石だけでできるわよ。あ、ここはあれなんか練習だね。あれ、これは鉄のだが、あ、間違えた。すぐね、丸を押しちゃうんだよね。これを作成になってんね。どうやって鍛えるって、どこで鍛えるんだっけ、ここ。どういうことよ、わからんな。これなんだっけ、あ、砥石、あ、これか。鍛えるアイテム、これ有料。鍛えたよ。土にはあった。何か買いたいならいい品が揃ってるわよ。ここがあれか、戦乙女の炉って。結構立派だね。戦を大きいのだけじゃなく小さい武器もあるぞ。剣に兜、欲しいものはほとんどある。武器、あ、鶴橋がある。これ欲しい、購入しよう。いくら15円か。よし。他は鋼鉄か鉄のなんとかじゃないんだね。なるほど、多分鉄を鍛えれば鋼鉄になるんだ。まあちょっと買うよりはこういうのって作った方がいいのかね。帝国軍のコテとかか。どうすればいいんだ、わかんないな。その他って何がある。オリハルコンのインゴット137円。ロックピックとかもまあ売ってるっちゃ売ってるのか。重量ゼロだかな、これ買っとこう。なるほどね。まあいいか。あんたと仕事ができてよかったよ。やだな、盗むとか。これ何、上に一応行ける。まあどうせさ、あされないからね、このゲーム。ここで寝泊まりしてんのか。ベッドは1個。数字をいじる。いや、商売台帳って。まあまずはね、ちょっと首長のところに行きましょう。首長のところに。丘を登ってどうのこうのって言ってたよね。ホワイトが広いな、やっぱり。オルフリッドは偉大なるバトルボーン族の支援者。はい。とりあえず登るだけ登っていこう。あっちまで行けってこと？これさ、全部チェックするだけでもさ、めちゃくちゃ時間かかるよね。お金を渡しなさい。何？なんか揉めてるけどいいや。残りが大事なのはわかるわ。はい。でもそんなお金はないのよ。みんなお金？当ててやろうか。誰かにスイートロールを盗まれた。みんななんか困ってそうだけど。市長の家ってどこ？開ける。ジョルバスクル。なんだっけ？いや、あっちに行こう、あっちに。スカイリムの未来を
ならガムリエルの未来を。まあいいや。そういう宗教的なものに興味はない。これさ、人は切れんのかね。ちょっとそれも気になるよな。ウルフリックストームクローから上級を殺したここか。ドラゴンズリーチ、名前はめちゃくちゃかっこいいよね。ドラゴンズリーチだよ。人がいるね。オエラ型の使用人に過ぎない身だが、自分の仕事に真剣に取り組んでいるのは首長にも劣らないよ。なるほど。今は警察に行動すべきこいつ。何邪魔してどうしようっての。えバルグルーフ首長は訪問者には会わないわよ。ヘルゲンからドラゴンの攻撃について。アルゴアに頼まれたリバウンドが危ない。私兵である私の仕事は主張と一族を脅かすあらゆる危険を処理することよ。だからあなたが気になるの。さあ、何者なのか言いなさい。いや、何者かって言われても。ヘルゲンはドラゴンに破壊された。ここでや。ヘルゲンについて知っているのね。主張が個人的に話したいそうよ。行きなさい。結構みんなちょろいな、こいつら。こいつが主張か。ヘルゲンにいたのか。バルグルフ。ドラゴンを自分の目で見たのか。ああ、帝国に首を切られそうなというところではっきりと見た。ドラゴンがヘルゲンを破壊した最後に見たときはこちらに向かっていた。帝国はウルフリックストームクロークを処刑するところだった。その時ドラゴンは攻撃をしてきた。どれがいいのこれ。まあこっちに向かっていたっていうの。イスミルに違う。イリレスは正しかった。今はどう思う、プロペンタス。壁の強さを信じ続けるか。いや無理だよ。ドラゴンを跳ね返せると。いや無理だよ。市長、直ちにリバウッドへ兵を送りましょう。山でドラゴンが待ち伏せしているなら、当面はそれが一番の危険ね。我々が話そう。ちょっと待ってくれ。攻撃を仕掛けてくると思うでしょう。もういいだろ。そうするべきではないと。ドラゴンが私の要塞を焼き尽くし、人々を殺しているのに、ロケット突っ立ってるつもりはない。いいです。今すぐリバウッドに部隊を送ってくれ。ええ、市長。一応、いいか、民のことは思ってんのか。戻るよ。それが一番いいだろう。よくやった。自分でよく俺を探し出してくれたな。ホワイトランに果たしてくれた貢献は大きい。このことは決して忘れないぞ。それだけで。ほら、ちょっとした感謝の印と思って受け取って。帝国軍の鎧。もう一つお願いしたい。おそらくお前のような特殊な才能を持った者にふさわしい仕事だと思う。さあ、王宮魔術師のファレンガーを探しに行こう。ドラゴンに関連したことやドラゴンの噂についてずっと調べてもらっていたんだ。こっちいきなり慣れ慣れしくなったな。ファレンガーへ紹介しに一緒に行くよ。ちょっと気難しいところがあるからな。ファレンガー魔術師だからさ。ほら、何これ、いきなりすげえ。市長の他にあれなった。この広間で気高く力強い者は誰もいないのよ。はいはいはい。それを忘れてはいけない。どこに行くの。あれ、こいつ誰。ファレンガーだよ。ファレンガー、今起きてる戦争について議論するためにドラゴンズリーチへ来たのか。他の偉大な戦士たちのように。これすげえいっぱい選択肢があるんだけど。手伝ってもらえてプロジェクトがあると市長に聞いてやってきた。本当か、市長は。そう、ドラゴンの研究を指しているに違いない。そうだ、ああ誰かに取ってきてほしいものが。詳しい事情を全て話してやってくれ。才能がある。市長はお前が役に立つと考えたと。それならドラゴン研究のことを言っているのだろう。そうだ、誰かに取ってきてほしいものがある。取ってとは言うが、危険な廃墟を探索してもらうことになる。そして実際に存在するかもわからない古代の石板を見つけ出してもらいたい。いいだろう。どこに行って何を手に入れればいい。単刀直入だな。つまらぬ方法や理由の論議がいらんとは気に入った。おいいね。くだらん詳細は置いておくとしよう。前にある石板がブリークフォール墓地にあるという事実を知った。ドラゴンストーン回収する。ドラゴンの埋葬地の地図が書かれてあるという
え、ドラゴンストーンだ。俺ドラゴンストーン持ってるよね。ブリークフォール墓地に行き、いや行った、その石板を見つけてきてくれ。あ、見つけた。間違いなく中央の間にあるはずだ。いや、あった。それを届けてくれればいい。簡単だろ。古い石のことか、ファーレンガーでドラゴンストーンを渡すか。いや持ってるよもう。おお、ブリークフォール墓地のドラゴンストーン見つけてあったか。うん、持ってた持ってた。お前は市長がよこしてくるいつもの役立たずどもとは違うらしい。ドラゴンの目覚め。それで報酬はどうなる。いやまあこれは普通にこっちにしようじゃ。次はなんだ。お前の仕事は終わった。ここからはこちらの仕事だ。精神に関してもな。残念ながらスカイリムでは過小評価されている。いいか、精神こそがお前が持つ何よりの武器であると心得よ。どうした。え、誰か今ファレンガーって言ってたよね。お、来た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 。ファレンガー、すぐに来て。近くでドラゴンが目撃されたわ。マジか。あなたも来るべきよ。ドラゴン、素晴らしい。どこで目撃された。何をしていたのだ。興奮しすぎだろ。もう少し真剣に受け止めた方がいいと思うけど、ドラゴンがホワイトランを襲うと決めたら止められるかどうかわからないわ。ついていこう。行くわよ。ところで、ここ君は西の監視塔から来たとイリレスに聞いたが。かしこまりました。話してくれたことを彼にも話して、ドラゴンについてのことよ。ねえ、その通りです。南から来るのを見ました。早かった。今まで見たこともないくらいに。何をしたんだ。監視塔を攻撃しているのか。いや、閣下、出てきた時には上空を回っていました。今まであれほど速く走ったことはありません。後を追ってくると思ったのです。よくやったぞ。ここからは俺たちがやろう。弊社に入って何か食べて休め。それだけのことをしてくれたよ。イリレス、何人か衛兵を集めてこっちに降りてきてくれ。中央門に集合するよう部下に指示してあるわ。よし、俺をがっかりさせるな。堅苦しい挨拶など交わしている暇はない、友よ。もう一度手を借りたい。イリレスと一緒に行って彼女がこのドラゴンと戦うのを助けてほしいんだ。ドラゴン、君はヘルゲンを生き抜いた。ここにいる誰よりもドラゴンに関する経験があるからな。ただ逃げてただけだけど。バレンガーのためにドラゴンストーンを取り戻してきてくれた功労は忘れていない。感謝の印としてお前にはこの町で土地を購入する許可を与える。え、土地。アベニッチには指示してある。それと贈り物も用意した。おお、これも受け取ってくれ。こいつなかなかあれだね、できた人間だね。この目でぜひドラゴンを見てみたい。ダメだ、両方を危険にさらすことはできない。西の監視塔の近くでイリレスに守り残ってドラゴンの脅威から町を守る方法を一緒に考えてほしい。これがあれかな、次の目的的なあれ。最後にもう一つ、イリレス、これは歯科栄光化という使命ではない。我々が戦っている相手が何なのか知りたいのだ。心配ないわ、私は警戒が服を着て歩いているようなものよ。間近でドラゴンを見れるなんてなんと羨ましい。行くか。あいつあれだね、進撃の巨人のなんだっけ、巨人大好きくん、名前忘れちゃった。イリレスの後についていこう。じゃあいった。イリレスいる？いるね。もうこうやって見るとやっぱでかいな、ホワイトラン。真ん中に木があるね。これなんだろう。でも今はそれどころじゃないか。あれ、これ象じゃん、よく見たら。誰か知らないけど、西の監視塔。まあ普通にこいつについていこう。幸運を間に合うといいが。俺の方が一応足は速いね。いや、グレイメーンの連中全然探索してないからな、この街は。奴らはストームブロックを支援しようとしている。きっと
これ女性？お腹を空かせた娘がいる。ちょっと待って、行っちゃおうか。状況を説明するわ。ドラゴンが西の監視塔を襲っているわ。何？まずいことになったな。聞こえたでしょ、ドラゴンって言ったのよ。どこから来て誰が連れてきたのかなんてことはあまり気にしてないわ。知りたいのはホワイトランを襲うなんて間違いをどうして犯したのかよ。だがドラゴンと戦えるのか。こぎってってるよ普通に。いい質問ね。誰もドラゴンを見たことないし、戦うなんて考えたこともないわ。お前が首長を助けたと言った。ホワイトランを代表して礼を言おう。戦うわ。負けるとしてもね、このドラゴンは故郷を、家族を襲った。この怪物から逃げたらノルドって名乗りなさいよね。一人で戦わせるつもり？やめろ。すんだ。終わりだ。でもここでは名誉以上のものがかかってるわ。考えてもみなさい。最後の時代以来スカイリムで初めて見つかったドラゴンなのよ。あいつを殺す栄誉はもらったわ。あなたが一緒ならね。じゃあどうするの？ドラゴンに殺されろって言うの？おう、その通りだ。なんだこいつら、話が全然まとまってないぞ。まあいいや、行こう、ついていこう。俺はついていくぞ。同族か、面倒は避けろよ。はい、こいつらどうすんの？まあいいや。ホワイトランの平野区、店舗や市場が集中している。風地区、住宅が大半となっている。はあ。隠密、ジャンプ、長押しで隠密行動開始。あ、ジャンプ長押しでもあれか、隠密行動開始するんだ。で、あいつどこ行った？あ、早い早い早い。ちょっと待って、こいつもついていくのか。え、おお、兵士集まってるね。いやでもこいつらついてこないか。結局こいつだけか、ついていくの。なんかちょっと怖いんだけど。ドラゴン戦うの？てか西の監視塔ってどこ？だってめちゃ広いよね、ホワイトランだけでも。馬買っとけばよかったかな。馬乗せてくんないのかな。これはない。ちょっと待って、話聞こう。あ、ついてきてる、他の人たちも。西の監視塔ってマジどこ？全然こっから見た感じパッと見見えないんだけど。ついてけと。それまでこのまま道沿いに行けばいいのかな。よし、俺が先陣を切って取ろう。あれか、これか、西の監視と多分。あ、火がある。あ、なんかここ目的地。ちょっと待って。な、違う。今何これ。あ、こっちじゃん。今のところドラゴンの残した形跡は見当たらないわ。でもここにいたのは確かみたいね。ひどい状態だけど、何があったか調べないと。たとえドラゴンが辺りに潜んでいるとしてもね。参加して生存者を探して、まずは何と戦っているのかを知る必要があるわ。いいだろう、みんな戦闘態勢に入ったら。来るか。ちょっと待ってね、今何分くらい。ちょっと一回これは止めよう。で、ドラゴンのイベントが終わったら、一旦終わりにしますか。これはどっから行くべきか。こっちから中に入る？おお、目的地っぽいね。あ、西の監視塔、びっくりした。ダメだ。びっくりした。戻れ。え？まだ近くにいる。コロキとトウが逃げようとした時に捕まった。ここで何があったの？ドラゴンのどこ？答えなさい。わからない。上行く？ひなり、助けてくれ。いる、あれだ。
隠れてって言ってもさ、もう捕捉されてるよね。大丈夫これ。来た。え？ドラゴン倒す。やるでしょ。どうやって倒すのこんな。え？普通にどうやって倒すのこんな。無理だよ。は？は？来る。え？マジで？うわーっつ。ちょ待って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 。ちょっと燃えてる燃えてる燃えてる。はい。あ、なんだ、俺のことじゃないのか。降りてきて戦った方が弓か。そうだよな、それ弓じゃないと無理だよな。いや、来たか。おー、あいつ戻ってくる。戻ってくる。やられた。落ちてくれ。どこ行った。あ、いるいるいる。これさ、弓に切り替えた方がいい、良くないか。ちょっと待って、すべてじゃなくてノルトの弓でしょ、これにして、いや、これにしよう。ほら、あった。いや無理だよこんなの、マジで無理だよ。あいつ大丈夫？すげえ燃えてっけど。あ、結構減ってねえでも。死ねえ。あ、え、めっちゃ減ってるよ。あ、ちゃあ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 。あ、いけんじゃん。ほら。倒したよね。え、結構弱かった。全員下がって。調べる。金、ドラゴンの骨、骨、鱗、鋼鉄の矢ってこれ絶対さ、あいつらが放った矢でしょ。いや、もらってこう。毛皮のブーツ。いるかここら辺。ホワイトラン、衛兵の兜。あー、あいつらが被ってたやつね。まあいいや、もらってこう。重量はまだいける。え、なに、爆発する？え、ちょっと待って待って待って、お一瞬にして骨になった。ドラゴンソウルを吸収した。シャウト、揺るぎなき力を装備する。力の言葉を習得しました。え、そのさっきから触るさ、ドラゴンを調べる、市長に報告する、オプション新たなシャウトを使う。ちょっと待ってね、これにしよう。倒したぞ。今までに参加した戦いで一番難しいわ。これでも百戦錬磨。信じられない。お前はドラゴンボーンだ。ドラゴンボーン、どういう意味だ。最も古い話はまだスカイリムにドラゴンがいた頃まで遡る。ドラゴンボーンはドラゴンを殺害し、その力を盗んでいたんだ。そうなんだろう。ドラゴンの力を吸収したんだろう。そうだね、吸収したね。自分に何が起こったかよくわかんないでも。確かめる方法がある。叫んでみろ。ああ。それが証明だ。シャウトあったよね。古い伝説によれば、鍛錬せずドラゴンのように叫べるのはドラゴンボーンだけだ。ドラゴンボーン、何の話だ。その通りだ。シャウトしろって言われてもちょっとよくわかんないかな。ドラゴンの物語を話してくれた。魔法になるの。シャウト、ちょ待って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 、シャウト、揺るぎなき力、あ、装備するんだ。じゃあ魔法も装備して使うんだね。で、エルニルシャウト。ハイバーセプティムのようにな。ハイバーセプティムがドラゴンを殺したなんて聞いていない。バカめ、今までドラゴンはいなかった。奴らが戻ってきたのはこれが初めてだ。古いもの。ちょっと待って待って、シャウトの仕方が分かんないんですけど。その力を奪えるらしい。お前がそうに違いない。イリです。もう一回ちょっと魔法、シャウトでしょ。え、装備、装備した。あ、これで装備してるってこと。どうも。やけに静か。
おおお、あ、ごめん。イリレス、教えてくれ。ごめん。ドラゴンボーンの話を信じるのか。何もわからないことについて話すより離れておとなしくしてた方がいいわ。ドラゴンが死んでるわ。これではっきりしたもんね。奴らは殺すことができるのよ。でも神話に出てくるドラゴンボーンは必要ないの。ドラゴンを倒せるような人は手に余るわ。え、お前は信じないだろ。ノルドではないからな。タムリエルを横断してきたの。ちょうどこんな感じの変わったものをたくさん目にしたわ。その利き腕の強さには信頼を置いていいわ。物語や伝説以上だもの。たった今お前がやったのがシャウトだ。間違いない、はい、お前は本物のドラゴンボーンのようだな。え、もう戻っていいの？ごめんね君たち、ちょっと3人当たっちゃったけど。怒ってる？ドラゴンボーンと一緒に戦えて光栄だ。あ、よかった、怒ってない。お前が味方である限りホワイトランに恐れるものはない。ホワイトランに手を出すな。そうドラゴンに思い知らせてやったな。ああ、信じられない。お前はドラゴンボーンだ。なんかドラゴンボーンになりましたね。よくわかんないけど。じゃあちょっと市長のところに次報告に行くのかな。それは次回やっていきたいと思います。ちょっともう一回シャウトしてみる。おお、なるほど。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。セーブしましょう。絶対セーブするんだっけ。どっかからセーブできたよね。あ、これか。セーブと。